マルサンホビー動画チャンネルです。イグニッション1 18分の1スケールレジンキャストミニカー、品番 IG2671LB ネーション86ワークス、フルコンプリートバージョン1、ピンクメタリックになります。こちらのモデルは、全長が約25センチ、幅が約11.5センチのレジンキャストミニカーになります。 レジンキャスト製のミニカーのいいところは、あのエッジとかがすごく綺麗にあに出ているところが特徴になります。そして、こちらの方の、えー、細かく、えー、見せていきますけど、フロントのまずバンパーの部分は、かなりあのこう形形状が変わっておりまして、で下にはあのチンスポイラーがついて、このステーで吊り下げ式になっております。で奥の方にはラジエーターが、えー、見えます。 そして、えー、っとこの LB ワークスの特徴ともいえるこの秒打ちの、えー、オーバーフェンダーに、えー、外にこうものすごくこう張り出した、えー、タイヤですね。でホイールは、えー、リブがシルバーになっており、えー、中は黒の、えー、カラーリングになっておりますで。ブレーキディスクやキャリパーも再現されています。 でドアの横には LB ワークスのロゴが大きく入っていますで。後ろにもオーバーフェンダーがついていまして、ホイールもかなりこうフカリムのホイールになっていますで。かなりリアの方はキャンバーがついていますので、結構この角度がきついですね。でえっと、マフラーの方はこうは青やけのこうカラーリングで。 塗装がされていますでトヨタのマークはエッチングのえプレートになっています。でリアのこの大きな、えー、ウイングも特徴の1つと言えると思います。でこちらが、えー、右側になりますで。こちらが上面です。でこちらの,あのカラーリングですけども、えー、とこう光が加減、まあ、見る角度によってかなり色が マジオラじゃないんですけどこう、濃くなったり薄くなったり見える、ちょっとこう変わった塗装になっています。ちょっと分かりますでしょうか、結構こう、ボンネットなんか見てると結構色が変わりやすいと思います。はい、で、後ろの、えー、窓はスモークになってまして、 ウイングの方はこう吊り下げ式のタイプの、えー、ウイングステーで固定されています。で室内はあんま全体がつや消しの黒になってましてハンドル、メーター周りなどは非常に細かくあの再現されております。でこちら、正面ですねで。こちらが助手席側になります。 全体見てもすごくこう精密な作りになっています。ぜひこういったあのミニカーをお客様のコレクションの一つとして加えてみてはいかがでしょうか。イグニッションの1 18分の1スケールの新製品のミニカーもどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。